飛行中の装備翼の B-25 ミッチェル、ツインテール、または装備翼は一部の航空機の尾翼に見られる特定のタイプの垂直尾翼である。航空機の水平尾翼の外側には2つの垂直尾翼が取り付けられる。この配置は後方から見ると大文字の H に似ているため H 字尾翼としても知られる。これらは特に大量を生産された 様々な第二次世界大戦のマルチエンジン設計で使用されている。アメリカの B-24 リベレーターと B-25 ミッチェル爆撃機、イギリスのアブロ・ランカスターとハンドレ・ページ・ハリファックスの銃爆撃機、そしてソビート連邦のペトリアコフポリエチレン -2 攻撃爆撃機など、操縦翼面を分離することで大きなシングルテールを必要とせずに追加の火事領域、 または垂直面が可能になる。マルチエンジンプロペラの設計では、プロペラのスリップストリームで動作するツインフィンとラダーにより、低速時やトキシング時に、ラダーの権限が向上し、制御が向上する。装備翼は格納庫の要件を簡素化し、背部砲手に射撃エリアを拡大する。後向かい飛行時に、機体中央後部に備えられた機体の影となる、短垂直尾翼より、 その機器が低下する割合が低くなることが期待できる。また、一方の垂直尾翼が損傷した場合、もう一方の垂直尾翼は機能し続ける冗長性もある。近現代の軍用機としては、単尾翼機より、ステルス性が向上するメリットも期待できる。ほとんどの場合、水平尾翼の端に二つの垂直尾翼が取り付けられているが、アームストロングホイットアースホイットリー。 三菱 G3M96 式陸上攻撃機、ドルニエドゥ19爆撃機など、航空市場のいくつかの航空機では、二つの指で直面が水平尾翼の上面に取り付けられている。代わりに、水平尾翼の先端から少し内側に、固定尾翼の上面に二つの垂直尾翼を取り付けた。多くのカナード航空機の設計では、主翼の先端にツインテールが組み込まれている。 非常に稀に、ブレゲー・デュポン、ロッキード・コンステレーション、ボーイング314クリッパーのように、3つ以上の垂直尾翼が使用されている。非常に珍しいデザインの良い,いマイナスにホークアイには、通常の垂直装備翼表面の間の水平尾翼に固定された2つの追加の垂直尾翼があり、この配置は、関西機の厳しいサイズ制限のために選択された。 ツインテールの特殊なケースは、ツインブームテール、または、ダブルテール。この場合、後部機体は2つの別々の胴体、テールブームで構成され、それぞれに、舵があり、通常は単一の水平尾翼で接続される。この構造の例では、ツインエンジンのロッキード P-38、ライトニング、ノースロップ P-61 ブラックウィドウ、ホッケウルフ FW189、 シングルジェットエンジンのデハビランドバンパイア貨物を運ぶフェアチャイルド C-119、フライングボックスカーとあまり知られていない、トランスアビア PL-12 エアトラックなどがある。装備よくお備えた重要な航空機には、B-24 リベレーター、ハンドレページハリファックス、アブロランカスター、および P-38 ライトニングが含まれる。ただし、配置は、 第2次世界大戦のヴィンテージ航空機に限定されない。F-14 トムキャット、F-15 イーグル、スコーイス -27、ミック -29、A-13 ダーボルト2などの多くの戦闘機。アントノフアン -14、アントノフアン -22、アントノフアン -28、アントノフアン -38、アントノフアン -225、 ビーチクラフト18、ベリー FBE-12、12エルコイルクーペ、ショート330、バートルータンのルータンロング EG 及び、スペースシップワンなど民間及び、貨物の設計と同様に、装備翼構成を利用している。スマイナス57は、大イコール全不動総垂直尾翼という賃品を採用しており、左右対称にひねることにより、エアブレーキとしても機能する。シフ バリー、フライング、ページ15、ゴールデンプレス、ニューヨーク、1971、ライブラリーオブコングレス78から103,424。ありがとうございます。